カメラ待ってます。おはようございます。おはようございます。はいはいはい、どうも世界100億人のカラコレの皆さん、ちょっと暗いな。おはようございます。朝でございます。おはようございます。よう寝た。イケメンのカラコとブサイクな俺ブサイクな俺、西村とお届けしてます。カラコチャンネルのブサイクな西村とお届けしてます。はい、ワンサです。はい、ワンくん起きないと、うん、はい、そう、頑張ります。はい、今日の意気込みお願いします。編集します編集、頑張ってください。はい、ジンさん応援してますよ。くださいけど、はい、行ってきまーす。行ってきまーす。自分次第でどこにでも行ける。宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ。走れ どうも、世界100億人の西村ファンの皆様、おはようございます。そんないないでしょ。あ、いない。いなかった。カラコです。はいはい、はい、今日もジンさんがご馳走してくれてます。はい、素晴らしい、うん、毎日ご馳走してくれてます、うん、はい、もうグッドスポンサー、グッドスポンサー現れました、ね、グッドスポンサーです。はい、もうそ最初出ちゃってますけど、今更買う隠してます。はい、食べましょう、食べましょう。これ飯食って、うん、あのパチンコ屋さん行って再プレイだけしてね、うん、立ち回りましょう。はい、はい、いきます。どうも、12月15日の結果報告です。です。はい、はい、今日はですね、うん、まあちょたまだけ3人でね、うちに行こうということで、うん、カレー食べた後に、うん、うちに行きましたね。行きました。はい、で、まあ、実は結局稼働しなかったんですよね。そうっす。はい、しなかったんですけど、うん、まあ、僕はね、して、うん、なんとね、10時半にすごい言いたいがあったんですよ。ね。うん。いい。こんなこと言ってますけど、ジューシーハニーですげーの見つかったよ、これ打つって言ったの僕っすからね。そうですね、見つけたの僕っすから、ね、僕も見てました、はい、でもそれはどけ、ね、俺が打つって言ったら俺ですからね。そうなんすか。でもね、そんなことないよ、あの、ちゃんとね、すごい謙虚だった。カラコン前、ジューシーハニー打ちたいってハルチの時に言ってたよねって言って、うん、あ、打ちたいっすって。どうぞっつって。そんな感じでした。いや、ジューシーハインってね、ただネタだけに使えるあのパチプライと思ったんですよね。うん、はい、あのエロ台を打つっていう意味でね、はいはい、ネタを言うだけの台だと思ったら、はい、いざ打ってみたら、うん、いや、技術介入めっちゃ効くし、うん、そうで、ボーダーも17点いくつとか結構低いんですよ、うん、甘いね。甘い、うん、めっちゃひねり効くんですよね。それ嬉しいよね。うん、僕、うん、今年ナンバーワン騎手かもしれないです。え、そんなに？演出の楽しさね。そっちか。そっちな、うん、だって君好きでしょ、うん、めっちゃ好き。そう、うん、女優さんとか7割8割はしてる。幸せだね、うん、僕エビスマスカッツが大好きなんで。言ってましたもんね。知ってます、エビスマスカッツ。知ってます、知ってます。そうですね、あのセクシーな方たちの方が多いですね。そうですね、はい、ライブ行ったら DVD 全部持ったりとかして。マジっすか。そんな好きよ。はい、誰推しなんですか。マスカッツですか。ああ、気になる。やっぱりキララさんですか。ああ、そうだ、2代目の方ね。2代目の方よりも初代の方が。初代とか初代は、うん、まあ、ワンクルメは、うん、あの青い空がリーダーやって、うん、次がユマチンがやって、あの今ね、はい、岸愛乃がやってで、はいはい、ワンクル終わって結構空いて、うん、その後キアラがリーダーやってっていう感じですね。そういう感じなんですね。全然知らなかった。うん、知らなかった、ね、知らないですか。知らないですね、はい、僕はまあ小川あさみさんが好きですけど、全然わかんない。わからんぞ。が好きなのね。はい、うん、でもまあね、小川あさみさんはあの10試合には出てこないんですけど。あ、出てこないんだ。出てこないです。エビスマスカッツではある。
ではあるんですよ。結構出てくるんですか。全員が出てくるんじゃないですね。え、別にジューシアにはあの別に恵比寿カツマツって言ったら舞台じゃないですか。恵比寿カツマツから恵比寿カツっていう台がありますから。そうなんですか、その台が。あるんや。出ますから、はい、面白いもんだね。うん、だから結構キャラかぶりしてるんですけどね。はいはいはい。うん、岸愛乃とか、うん、木島愛理とか、まあたくさんいたらきりがないですけど、まあ、うん、はい。詳しいな。かぶってるのがありますね。はい。じゃあそんな使える台の収支は、ま、もうちょっと話させてください。あ、分かったよ。ジューシーハニーって今日見たんですけど、うん、ST と時短なんですよね。 ST と時短、うん、おう、はい、まあ ST とあの抜けて、うん、まあ半分は ST14 回ついてきて、はいはい、で半分は ST14 回と82回時短がついてくるんですよ、うん。82回、え、あれ確率いくつ、うん、で確率アマじゃなかったの、あれアマですけど、110分の1で、うん、10分の1ぐらいで、うん、確認確率が35分の1ぐらいで14回 ST が、うん、で、まあ、まあ、とにかくそこ合わせてのがあった、うん、そう、まあ、突破できれば絶対、うん、14回と82回ついてくるんですけど、はい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 、はい、そういうことか。そう、南国空地みたいな感じか。うん、それちょっと分かんないですけど、マジで、はい、マジで。なんで ST、 僕最初分からなかったんですけど、うん、これ打ってて気づいたんですけど、なんで14回 ST と時短82回だと思います。なぜか、うん、なぜか、なぜか分かります。理由は分かんない。 ST14 回、時短82回、96回ですよ、僕。こんな中途半端な数字、うん、ね、うん、そう、え、なんだろう、残保留4できるからとか、ね、そういうのじゃないですよ。え、どういうこと。あ、なんか語呂があるんじゃないか。お、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 ほんと、ほんと96ですか。 ST が14回で、時短が82回。ジューシーハニー、そう、ジューシーハニー。ああ、なるほどね。そう、1482、うん、そう、なるほど、面白いな。面白いですよね、うん、めっちゃ考えられてるなと思って、うん、この場合、ね、うん、ちょっと安っぽいなって思うところもあるんですけ ど、うん、ちゃんと考えてやるなっていう部分もあったりして、結構シャレしてるっすよね。そう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 、すごいね、面白いですよ、うん、あれ三線いいね。そうだよね、うん、歌もいいしね、歌も全員女優さんの名前がノリノリで言って、うん、スイッチオンっつって言うんですけど、スイッチオンはあれなんですよね、うん、だから三世のスイッチオンっすよ、はいはい、スイッチオンってスイッチオン。そう、うん、楽しかったんだね。面白い、うん、よっぽどね、楽しかったんだなっての伝わってくる、うんうん、よかった、よかった。だからもう明日から行くお店、まあ全然違うお店で今日交換をしに行ったんですけど、うん、うん、ちょたまはね、できたし残して、うん、残り全部ここで打ってもいいんじゃないかっていうね、うん、提案しようかなともちょっと思ったりともしたんですけど、あれが、まあそんだけね、回るんだったらね、回る、そうそうそう、うん、そうそう、まあ、そうそう、回ったんですよね、回ったんですよ、また、はい、24.2 回ですね、最終的には、うん、やばくない？ボーダー17の台で24、しかも技術介入でしょ、うん、どこまでボーダー下がるんだよ、それ。いやーね、15とか14になっててもおかしくないんじゃないの。連載ポチの止め打ちがね、ちょっとね、ネットで調べたら2記事しか見つからなくて、よく分からなかったんですよね、書き方も違うし、はいはい、だから対応できなくて、うん、でもなんか微増できるみたいなこと書いてあったんですけど、そこまでできんだ。そう、でもやり方は僕ちょっとあんまりよく分からなかったので、ちょっと分かるか出たらちょっとぜひまたコメントに出てコメント書いてくれた人がいただめしかないんですけど、まあな、うんうんうん、ちょっとまだね、あ、そうか、まだちょっと少ないんで、はい、はい、ツイッターの方がね、影響力ありそうっすね、いいのかなと。うん、そんな感じでしたね。でしたね、はい、うん、こんな回る台を打って、今日は結局いくらだったのかというと、うん、はい、はい、600円ぐらい。わーおプラス600円ぐらい。まあ、プラスになったからね、まあ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 、いいわな、はい、はい、原因は何だろう、振り分け負け、振り分け負けですね、まあ確率も良かった、まあまあ普通ぐらいだったし、
このレンチャンスも多分普通ぐらい、3年ぐらいで終わってっていう感じで ST も入ったんですけど、はい、まあ、電柱 25% の16グラム全然引かなかったですね。25%、それなりにあるよね、25%。4分の1でしょ。うん、はい、で、ひねりもね、効くからね、めっちゃ効くので、うん、僕がまあ、弱、弱、中、強か、弱、強、強ぐらいで打ったら、あのね、右のアタッカーにね、球がちょうどまあ、つだらって挟まるっていうミラクルが起きましたね。みんな打ちっぱなししてたらさ、そんなこと起きるわけないのね、うん、まあ、相当な実力ですよ、あれは。そうなるって秘技、ぶどう作り、ぶどう農園の人ですね。急いで店員呼んでね、直してもらったんでね、結局、もう一気に球がなだれ込んでアタックにも入ったんでね、6個ぐらいオーバー入賞したんでね、すげえ、それがなかったらトントンぐらいだっていう。ほんとそうだよね、うん、100何ドラムぐらいのわけだからね、プラスが、うんうん、そう、その映像はこんな感じですね、ここでね、あ、こんなことやったら今日から僕が編集してきゃいけないから僕がこれ直さなきゃいけないんだ。そうだよ。画像終わりますね。やれよ、それぐらいやれよ、簡単だろ。お前それ俺にやらせたんだからな、今まで。だから好きかったよ、こうやって飛ぶとかね、自由にやってたけど、今度僕がやるんだったら手抜くなよ、そこ。まあそんなこんなですね。そんなこんなですね、はい、明日は、明日はね、まあ僕らが神奈川来て一日唯一まだもうしっかり満足して打ったっていうお店が6の強い特定日であったんですよね。うん、はい、そこ行きましょう、行きましょう、行きましょうか、朝からな、はい、うん、まあ、単体の6だけなのかもしれないですけどね、あー、ね、月に1回でそだけ、そこだけ力入れてだったから良かったのかもしれないですけど、まあ可能性はあるわな、うん、そんな撮影中役者さん、パンチした撮影中、いやもう眠くてさ、手抜きか、戦場だぞここ、まあ、あれのままの方がねいいかなと思ってさ、7時45分やからね、眠くもなるっすね、はい、うん、ということで明日試乗機なんでね、はいはい、せや、うん、寝ないと頑張っていきましょう、頑張りましょう、行きましょう、はい、以上ですか、うん、いつ見た人いますか、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、はい、はい、じゃあまた、はい、バイバイ、ガッツポーズしてみよう。